はいでは今日は、えー、リライズショートストーリー武田克彦さんにお話をお伺いしていきたいと思いますよろしくお願いしますはいお願いしますはいでは早速なんですけれどもまず武田さんがどのような夢やビジョンを持ちかお話しいただけますでしょうかはい、えー、私があ質問に答えたことをそのまま答えたらいいですかはい大丈夫ですはい仏の世界を作ることです そうですね。じゃあそれは仏の世界を作るっていうのがもうちょっと具体的なイメージでお伺いできたらと思うんですけれども、どういうことなんでしょうか。えー、っと山口さんがはい仏の世界まあまず仏って言われると、うん、どんなイメージを持ってます。多分それがね、はい、えっと一人が百人の答えだと思います。ほぼあんまりズレがないので。仏のイメージは、はい、なんかこう。 苦しみとかも分かった状態でもうすごい、はい、なんですかね癒しの笑顔っていうかな顔で言うと笑ってる感じですね笑ってる感じですねもう答えは出ましたねそうそういう人たちに溢れる世界みたいなことですかたったそれだけですああちなみに武田さんの仏のイメージはどんなイメージなんでしょうか山口さんのイメージです <laughs> 一緒ってことですか？<laughs> はい、みんなみんなずれてないんです。はい、それが日本人なんで。うん仏の世界いいはい。仏の世界っていうのは、はい、あの今言われてる世界なんですうん僕。僕もそう思ってます。多分隣の人もそう思ってます。これをご覧の方々もそう思ってます。うーん、その世界を作りたいっていうのが、あの私がだから。 地獄と言われるところが、もしあるならば。はい。その、なんだろうね。えー、っと、あの世に行って。閻魔大王に。こう、なんか。金槌みたいなやつを、ドンって、こう、机の上で叩かれて。<laughs> 君は地獄とかって言われて。<laughs> <laughs> 降りて行っても。その、降りて行った場所も仏の世界っていう。あれ?。全然、なんか。なんか、あ、赤い、違う。 ブク,ブクブクブクなってて <laughs> みたいな人が「おいとかって言うてるようなのがあれいけへんやんみたいな感じの,、うん、あのもうぜ全部が仏の世界 <laughs> へえ<ー> <laughs> そんなイメージなんですね、はい、そういう世界を作っていくことそれが武田さんの夢っていうことですねはい、はい、じゃあその世界を実現するために、はい、どんなこう計画とか目標みたいなのがあれば教えてください、はい えー、計画か僕はその仏の世界に行ったことがないのでもっとストレートに言うと死んだことがないので、はいえー、先祖と言われる方たちがその集まる場所っていうのがどんなものなのかとかわ、うん、からないですね、はい、だから、えー、分かっているであろう人たち ないしは分かってると思われてその書物だったりとか残してくれてるような方々のものを多少読ませていただいたりとかっていう、まあ、それを日々勉強するっていうのを計画としてやや休まないいよようにしようっていう,ふうににししっててます、ねはいまあ一番,一番大きいのは「法華経」ですね。 お釈迦様が解かれた世界って言われるものが、うん、あの僕にとっては私にとってはですよあの、うん、皆さん理論はあとはその痴漢、えー、は他であると思いますけど、うん、私自身は「法華経」と言われるものをあの頭の中心に置いてます。うん。休まないってことは毎日勉強学びをするっていうことなんですかそじゃあ日々日々の実践っていうことにもつながりますね。 そうですね、はい、学びはあの皆さん入れることが学びだと思ってますけど、うん、一番の学びはあの逆だと思います。あの、うん、今風に言うとアウトプットっていうんですかね、はい、日本人はカタカナで言うのが好きな何 <laughs> <laughs> でも英語にして何でもカタカナにしたがるんですけどやっぱりアウトプットと言われるものが一番、うん、あの学びになると私も思ってますから。うんね その今山口さんがおっしゃる日々実践っていうことは、はい、あの意識してますうん,なんか毎月100人に、えー、先祖供養とお詫びですかそれを伝えるっていうことがあの頂い,いてたんですけど、ね、そうですねこれも計画の一つというかはいアウトプットっていうその表現していくっていうことの一つじゃないですかねそうそうそうはいそうです先祖ご先祖様ですねはい 山口さん先祖の定義って言えます先祖の定義ですかこれご覧の皆様がもしいたら、はい、先祖とはなんだっていうのを言語化できます一言で言うのって難しいですけどその自分の系、あのー、統決闘ですかね。 はいはい、血のつながりのある亡くなった方が先祖ですか。ああ、なるほどですね。はい。ということは、えっ、ー、と、うん、今、ひいじいちゃんで。亡くなった人いますか。ひいばあちゃんとかひいじいちゃんで。いや、もうすでに私が生まれた時には。亡くなってたし。はい。ええー、じゃあ、あおじいちゃんおばあちゃんで亡くなってる人います。えっと、私生まれた時には、もうおばあちゃんが一人しかいなくって。そのおばあちゃんが亡くなりました。 ああ、そっか。うん、じゃあえっ、ー、と。お父さん、お母さんごご健在ですか？えっと父は亡くなってます。では、えっ、ー、と質問しますね。はい、お父さんは先祖ご先祖様ですか？ま先祖と思ってなかったんですけど、先祖になるんじゃないですか？えー、今言われたことをそのまま僕は質問しただけなんですけど、はい、同じ血統でそうですね。はい、お父様、ご先祖様ですね。うん,うん、うん、う,うん、うん、うん。じゃあ、お母様は先祖じゃないんですね。 そうなりますね。なくなってないですか。<laughs> 差別な <laughs> <laughs> くなったら先祖ご先祖様になると思ってましたね。ああ、そうですか。はい、あのこれはあの皆さん定義はあのいろいろあっていいんですけど、うんえー、自らに命をくれた方。ああ、それを。これが先祖だと私は思ってます。うんだから生きてようが死んでようが先祖なんです。うんの そののご先祖様って言われるるものを供養すること、うん、亡くなってるとご先祖供養生きてると親孝行あ<ー>ただだそれだけなんです、はい、単語が変わるだけでうんあの親孝行って言うと「あすごいね」ってみんな言ってくれるんですよね <laughs> けど先祖供養って言われると「うん、どっかなんとか仏壇の従業員ですか?」みたいな感じ。<laughs> いや一緒やっちゅうねんっていうのが僕らもひっちゃかめっちゃかで分からなくなっちゃってるんで、えー、だって山口家というか、まあ住ま、お住まい山口さんとか住んでらっしゃるそのアパートか戸建てか分からないですけどそこに家帰ったら、はい、えと親戚のおばちゃんがいました今ご存命ではないですけど亡くなられたじいちゃんとかひいじいちゃんがいましたうん、うん、もしいたとしたら「おただいま」ってあ「今日来てたん?」って「う来てたんや」って言ってうん、うん、その日晩ご飯食べたり寝たりするじゃないですか。うんうん、はい で出かけるとしますよね山口さんがその時にそこにひいばあちゃんがいたとしましょうか、うんまあ、ばあちゃんでもいいです、うん、で「目が合いました」「出かける時なんて言います?」「行ってきます」で帰ってきたらやっぱもう,もうちょっとあの長いしてたんでまたその日帰ってきたらいたんですよ「うん、で目が合いました」「なんて言います?」「ただいま」ですよねはい亡くなった人になんで言わないんですかあー亡くなった人に死んだら無視やん <laughs> お家帰ってきてもってことですか。<laughs> そうでしょう。行ってきます。言わない。はい、一緒にご飯食べたら、うん、食卓で隣のひいばあちゃんが座ってたらあ食べよういただきますって一緒に言うじゃないですか。はい。死んだら無視やねんな。<laughs> 優しそうな山口さん顔してますけど偉い冷たい方ですね。本当ですね。<laughs> で僕が若い頃に数年前まあ若い頃にというか数年前に、はい、あのそれを言われた。 きっかけがありまして、うん、社長社長言うてねええー、服着ておしゃれな格好して街ではキャバクラの姉ちゃんに社長社長言われて <laughs> なんかちやほやされてんねんなあ、うん、偉そうに言うてるけど武ちゃん死んだら親無視や,やねんなもう俺、うん、こね僕あのそれこそ1 8 0ンチ以上あるでっかい頭体なんですけど、うん、それ言われた瞬間にこのぐらいになりましたよね身長が。うん、<laughs> もうもうぐうの音も出ない。 どんなふうな気持ちになったんですか。うん。先祖に顔向けできない。うん。なんと無礼なことをしているんだ。って思いました。なるほど。そうですなかなか気づけないというか。目には見えないですから。はい。言ってもらって気づいたっていうのが。大きかったということですね、はい。なんですが。まあ、一言で言えるならば。うん。 とんでもないことをやってる全員がです私も含めてむちゃくちゃ、はい、悪いことをとんでもなく失礼なことをしてるってことだけは、まあ、一つ分かったことなのでうそうじゃなくしていくっていうことが仏の世界を作ることの第一歩だなとは思いましたみんな仲良くみんな無視しない、えー、挨拶をするお礼を伝える、えーね、やっぱりそれが私たち生きてる人が唯一できることなので もしかしたら僕の先祖も犯罪をして泥棒して万引きして亡くなってる人がごめんなさいって言わずに亡くなってるかもしれないじゃないですか。うん許何て言なな、ね、う,うのそのまあいいよいいよもうあのそんなことだからって言って許してもらってから死んでれば、ね、皆さんに許してもらえてますけどやっぱりそのお詫びをしなきゃいけないっていうまんま。 言え,えずに許してもらえずに亡くなっている人もいると思うので、うん、それを許してもらえるように、えー、の頭を下げて回れるのってそういう意味であの山口さんに返したその先祖供養とお詫びっていう。して私が悪いわけじゃないんですけどまあねその子供と親で言ったら子供のの下ミスは親が責任取るってよくね、うん あるじゃないですか中学校に謝りに行くとかですね。はい、そんな別に中学校の時だけじゃなくて、うん、死んでもずっと一緒ですよ。先祖の,その、ね、ミスは私のミス、うん、その私のミスは先祖のミス、まあ、要するに家族なんで。っていう意味でのお詫びっていう意味ですね。ね、うん、ちょっとわけわけからんあの話ですいません <laughs> でも生きてる方にも亡くなった方にも同じようにその誠心誠意をこう込めて。 接するっていうところなのかなっていうふうに感じました。はいはい。じゃあその目標計画をこう実現するために日々実践されていたりとかあの日常で大切にされていることっていうのはどんなことでしょうか。ああえっとですね。まあこれも短くお話ししますけど。うん、えっと自宅でまずほあのホームセンターからなんかまあ何でもいいんですけどか段ボールでもいいんですけど。はい。その台を作って。 うんえー、そこへご先祖様と、まあ、何万人何億人いるか分からないので私の先祖は両親が2人いてじいちゃんおばあちゃんが4人いて8人のひじちゃんひばあちゃんがいてって言って <laughs> 163264ってこう大木垣にどえって言って、はい、10代遡ったら1000人超える20代遡ったら何とかって,言って30代遡ったらその3億人超えるような数字になるんですね。<ー>要するに、まあ、これはねあの中学校とか高校を出てる山口さんも分かる話なんですただの掛け算なので。はいはい、そうですね うんうん、けど先祖の数がそれだけいるってことはもう山口さんも僕もわからないんですよ。そうですすねね意識してないです、ねはい、で3億人だ10億人だっていうのが事実いたのに上に上がっていくこうやってこうやってこうやって上がっていってんって先祖一緒なでですすすよそうですねねがってきます、ねはい、計算上みんな先祖がバラバラっていうのは事実ないんですよ。はい、うーん だから山口さんと私は遠い親戚家族なんですよそうですすよそうね <laughs> これを日本は島国だったんで、はい、国際結婚ほとんどなくうんみんな遠い親戚同士で隣の藩隣の町内に血を薄めるために嫁いでいってうん遠い親戚同士で家族を作ってきたんです。はい、これが事実なんですでも分からなくさせられちゃうまあそれは理由があるんですけど。 その山口さんの先祖、まあ、私の先祖は山口さんの先祖なんでうん、うん、私の先祖を、まあ、山口さんの先祖ですけどそこへなんか一個印をつけてそこに毎日お花を手向けてお水を変えてコップに水を入れて自分がご飯食べる前にお茶碗に襲って、えー、そこに置いてあ,のあたかも何億人のご先祖様がそこにいるように毎日挨拶して。 えー、行っっっっててててきますって言ってやってますす言や普通のことなんですけどね別に何も特別じゃない段、うん、ボールを置いて、ね、その白い布をかけて、えー、その場所を用意させていただいて朝起きたら自分が水飲む前にトイレ行く前にご挨拶して、さつ、うん、ただそれだけですうーんそれが先ほどおっしゃったあのそういう。あの 亡くなったら無視かってていうのを言われてからそうううされるようになななっったってことんんですかそうなんですすかそその人に聞いたんですよどうじゃだったらどうしたらいいんですかって言ったら「はい、いや毎日挨拶したらよろしいが毎日一緒にご飯食べたらよろしいやん,ん毎日帰ってきたら「ただいま戻りました」「行ってくる時にこれから行ってまいります」って言ってくれ言えばいいじゃんってそんな別にそこにじいちゃんばあちゃんおったら「一緒に洗濯するよ」とか「一緒にご飯作って一緒に食べよう」やって言うてるやんと。 別に一緒におるのと同じ感覚でいいやんってなんで死んだら無視すんねんって別に普通でいいねんって <laughs> 特別でも何でもないよって言われてうもうその時に、はい、ーってななりましたへなんかその話を聞いてふーんって思って変わらない人もいると思うんですけどやっぱりそこにショックを受けて「はあ、い!」って。 で実際にそれを実践するっていう風な行動にまで武田さんはこう変わったわけじゃないですか。それっていうのはもともとやっぱりそういうご先祖様とかんですかね家族に対しての思いとかなんかやっぱり思いがあったからそこにショックを受けたとかどういう背景なんでしょうかなんかあると思います。それはもちろんあると思います。それこそ10分20分で語れるような話ではないかもしれないですけど。はい えと私は中学校2年生で子供、まあ、中学校2年生は子供なんですけど、はい、その本来は原服と言われる15歳で大人の儀式をする、まあ、今成人式が二十歳で次18歳になりますけど。 本来日本古来から日本は元服というその大人の、うん、今でいう成人式は15歳でやってたので、うん、中学校2年生っていうともう大人なんですけど、うん、まあ今はねその大人の階段登るっていう、まあ、どっかの歌謡曲じゃないけど、うん、それがね22歳になっても学生気分で、えー、結婚するのも30代後半か40過ぎて、うん、で慌てて子供をもを と思ったたら生まれまれせんでした不妊治療に500万1,000万突っ込みましたとかっていうようなそ,のそれはねその人たちが悪いわけではなくて、うん、そういうふうな教育と環境で育てられちゃったので、うん、仕方がないんですけど。 やはりその14歳という、まあ、私も当然子その当時は子供だったんですけどうん、うん、その時に親父がくも膜下出血で亡くなったんですね。はい、で印刷会社を経営してたんですけど、えー、ものすごくお祭り騒ぎであの人がいい親父だったんですよ。<laughs> で あの取引業者さんとか下請けさんとかが支払いとかがあるんですけどちょっと待ってとか負けてって言われるといやもうういいや,いやって言って言しまうんですね <laughs>、はい、でそれをそのうちの袋が経理をやってたらしいんですけどそれを追っかけ回してあのお金の工面をしてたっていう,もうそれがう、ね、私の。 中学校時代とか小学校時代の話なんで経済成長とかバブルとかっていう、はい、その時代がいい時代でそんな感じだったんでんよっぽど人が良かったんだなっていうことでその親父の姿が、まあ、あってで、えー、とその支払いをちゃんと儲けに変えていくために家に。 輪転機を、まあ、要する印刷機を田舎だったんですけど買ってガレージに防音装置も何にもないのに置いたんですよ2個それはも夜中中回しまくるんで近所迷惑も,もう悲しいんですけど <laughs>、はい、あのそれでもう毎晩ガッチャンガッチャン言うて、まあ、僕は血気盛んな頃ですから、うん、くっそ親じめってね言ってあの思っててで、えー、とその日亡くなった日なんですけどあのうちの姉が。 結婚してたその当時結婚してた姉があの旦那さんと一緒に帰ってきてたんですよ。はい、で夜そのま義、あ、理の息子になりますね旦那さんは。うん、えっと一緒に一杯やりながらうちの姉とうちのお袋がキッチンで料理したものをこうあのそれこそ、えー、出してでテレビをおか,、えー、かずにそこでその茶ぶ台で飯食いながら飲みながらわいわいやってたんですよ。でそうしたらあの でうちのまあ、僕もそこのそばにいましたよ、中学校2年生ですから酒は飲みませんけど、でそうしたらですねうちの親父があの何時だったかちょっと忘れましたけど、仕事があるから、あ,のあとはよろしくって言って、えー、裏の勝手口出て、あの印刷を回ししに行こうとしたわけですよ、うんはい、いやいや、旦那さん正座して、お父さんの尺,尺の、ね、相手してるのに、うん、あんた、何勝手なこと言うてんねんと、うん、ちょっと待ってなという思いが、中学生でもあるじゃないですか。うんで 結気盛んな生意気な男はですね、その親父に向かって私が言ったセリフがですね、うん、家族のこと考えるアホかって言ったんですよ。はい。まあヤンキーではないですよ。ヤンキーではないですけど、家族のこととか考えるアホって言ったらですね、その見てか見,見ないのかわからないけどこう肩越しに手を挙げて、えー、勝手口を出てって印刷し始めたんですよ。 はいはい、で数時間経ってれば、まあ、夜中になりますから僕は風呂入って寝ます、うん、うちの姉夫婦も寝ますって言ったら、うん、うちのお袋が僕を叩き起こしに来て「はい、父ちゃんが」って言って父ちゃんはその晩倒れたんですよね<ー>そのまま意識戻らずに、えー、亡くなってしまって、まあ、僕は親父に一番最後にかけた言葉が「えー、家族のこと考えるやアホ」っていう最低な、えー、中学生でで,でもね今は僕は。 人の親になりました、まあ、3人の子供ができて母親と女房と6人で暮らしてますけどその家族のことを考えてるから。 自分が一番日本酒はウイスキーが好きで酒飲みでお祭り騒ぎでワイワイしゃべるの好きで一番義理の息子と酒飲むのが楽しくて仕方がない娘の料理女房の料理を食べてワイワイ夜中までやるのが一番楽しいのを分かってるんですけど家族のことを考えてるからやりたくその日だけはやりたくもない印刷を今日も回したわけですよ。 うん分かりますかね、はいその、一番家族のことを考えてるのは、実は親父だったんですよ。だけど、その頃分かりもしないので、家族のことを考えるよアホって言って、最後言うダんだめ、ね <laughs> うん、なやつですわ。で、あのそういうことを、やっぱ子どもの頃に、ああ、人って死ぬんだ、命って有限なんだっていうことを、やっぱ自分の経験の中で入ったのが、うんまあな、何個ももちろんきっかけはあるんですけど、うん、なんかそういうのがあったんちゃうかなって思います。うんあ でもそれ中学生って言ってもその言葉で最後にお父さんにかけて亡くなってしまったっていうのはかなり衝撃っていうかショックが大きかったんじゃないですかまあ,です、ねまあ、あると思います。うーんもう忘れちゃいましたけどね。いやーそっかでもその思いがやっぱり家族に対してっていう思いっていうのがなんか強くなった背景なのかなっていうのを思いましたね。 人間は二度死ぬって聞いたことあります。わかんないです。一度目は肉体の死なんですよ。はい。二度目は語り継がれなくなった時。うん、えー。山口さんの先祖は。はい。山口さん自身で。うん。二度目の死を迎えさせてるんです。うん。一つも思い出さない。一つも語らない。うん。一つも無視する。うん。僕はその先祖に二,二度目の死を起こさせないために。うん。 えー、二度目の死を起こさせないのは誰がしないのかっつったら、子孫が死させない。毎日お会い、お会いして、毎日思い出して、毎日手を合わせて、毎日挨拶をするっていうことが。うん、二度目の死を起こさせないことだと思うんですね。うん、坂本龍馬、徳川家の人たち、武田信玄たちは二度目の死は来てないわけですよ。ああ、語り継がれて。そう、そうね、毎日歴史上で語られてますからね。はい。け山口さんの、あの、うん、家族は山口さんによって、二度目の死を。 とは言いませんけど私もそうだったんですけどで今親父の話は山口さんにしたじゃないですかだから私は親父はほぼ毎日こうやって登場してます誰かに向かって親父の話は毎日なんかしてますねまあ,あのもちろんそういうことで親父の二 2, 2度目の死は来させないとはあのいうことはあやってますけどじゃあ自分のひいじいちゃんは2度目の死させてるやんとか、えー、それこそ3代上5代上10代上は無視してるやんってならないために、うん あの思い出を語れないからあの手を合わせる場所を用意してあの日々本日明日の諸、えー、症例の皆様方、えー、本日おはようございます」って言って毎日365回女房と交代交代で、えー、手を合わせればです、ね、あの2度目の死は来させないようにできてるかなと思ってますそ、はい、こ,こに繋がるんですねその先祖の方へのごのご挨拶だったりとかっていうのも何か。 すごく私の中で、武田さんのお話が、この人生そのものっていうか、もその実践っていうのが今。されていらっしゃるんだなっていう感じがしました。まあ、だから、二十分とか十分とかでは伝えきらんの。そのね、さっき、なんか、オフラインの時、ね、オフラインというか、これ収録じゃない時に、尊厳の話で盛り上がったじゃないですか。はい。尊厳って言われるものを、この番組のタイトルにして、はい、じゃあ、尊厳とは何なんだと。 うん、その人には役目があるその人独自のものがあるじゃあその人独自のものは何,何なんだって言ったら、うん、唯一そのの人しかなない先祖の構図なんですよ、うん、山口さんと僕は先祖はかぶってますよ確かにかぶってますけどかぶ、はいはい、ってる手前までは他の人の先,、うん、先祖とは違うんですよだからその DNA の結びつきっていうのは唯一山口さんだけなんです、うん、私とは違うんですよだから 必ずその人の尊厳とはそのルーツにありなんです。これをね私たち忘れさせられてるんでこんな当たり前のことをですね、うんうん、だからあのまあ僕もしょうもない人間なんで。うん、<laughs> なんか本がいっぱい後ろに,に例えばねになりまえっ、ー、もともと、えー、作家さんで東京都知事をされた、うん あ、おじさまで、あのー、これ逆字になるんで、わかんないかな。石原慎太郎さんが。はい。法華経っていう、こんな分厚い本出してるんですよ。へえ、知らなかった、ね。読まれへんやんっていうぐらい分厚いんですよ。<laughs> はい。だけど、あの、国を思う人たち、まあ、石原慎太郎先生も同じですけど。国を思う人たちが、あの、いろんな角度から、あの、専属用に対して、あの。 知ってください、学んでくださいみたいなのはいくらでもその書物や教えはあるので、うん、別に直接お釈迦様の教えを請わなくてもですね、近所のおじいちゃん、おばあちゃんでもね、ねあとは寺のお坊さんでもあの、もちろん教えてくれる方たくさんいますけど、うん、ちょっとずつあの、まあ、私もど素人でも全くわかんないんで、うんあの、やらせていただいてますね。あなるほどでもその、まあ 見えないつながりだったりとかそのこの自分だけで別にこう生まれてるわけじゃなくてそのやっぱり命を与えてくださったその先祖の方たちがいてたからこの今の武田さんとか私っていうのが生を持ってこう生きているっていうのがありますからやっぱそこのつながりをこう忘れないっていうのはすごくその尊厳っていうことに通じるなっていうのをなんかお話聞いて思いました。以上ですす、はい、ありがとうございます <laughs> そうしましまた今見てらっしゃる方に最後にメッセージをお届けしたいメッセージがあれば、えー、ぜひお願いします。20分超えてドキドキしてるのね大丈夫です。<laughs> えー、じゃあ,あのちょっと、えー、インパクトそしてヘビーなあの話も混ぜた方がいいかなと思うので、えー、ここからもし、えー、見てる人が耳がざわついても、えー、ああ武田和彦の独り言だと思って聞いてください。えー、今はですね実は結婚は選択だと思ってます。 そして、えー、出産する人数それも夫婦の選択やファッションだと思っています。そして、挙句の果てに離婚は例えば友達同士に戻りましたって言って、元夫婦が紙1枚、えー、ここへ出し合って、えー、親友に戻りましたなうっていうようなことを言えるような社会です。実はですね自分のののののの命が両両、えー、両親の両親の両親の16人の32人の で中でですねその弓矢があってここに火がついててビュンビュン飛び交うような中で、えー、命からがら逃げて家族を作ってこう養ってい、えー、った行く末に私たちが生まれてます、えー、なのでよく聞く話なんですけど皆さんの命私の命は奇跡の連続ですでこの見ていただいている方がフランスの人でなければ多分遠い親戚ですこんにちははじ <laughs> めましてでも遠い親戚ですその遠い親戚同士がですね 自分の命が自分のものでない両親から頂い,いたんだこの両親も両親から頂い,いたんだっていうその自分のものではない後世に継いでいかなければいけないんだって思えばですね自分の権利や選択じゃないっていうことが多少分かってくれると思いますですけど自分のキャリアを伸ばすために自分がやりたいことをしたいがために結婚は選択であるタイミングは後ろでいいバカこけです命命ををけてて守ってくれた命を 次の世代に残すために、私たちはまず何をするかというと、その命をつないでくれた先祖が何を考えているかっていうことをまず考えたらいいかなと思ってます。え、うん、私のあの話なので、あくまであの、もう話流していただいていいですけど、きっと先祖は皆さんに幸せでいてほしいと思ってます。うん 幸せでさえあれば、ヴィトンのカバン蹴飛ばして、ファーストクラスに乗って、世界中を誰かじゃないけど、宇宙旅行に行ってとかっていうことを求めてないと思います。とにかく幸せであってほしいと思ってます。じゃあ、その幸せはどんな形なのかっていうとですね、みんな生きていて、目の前のありがたいということが毎日実感できて、空気が吸えて、水が飲めて、これで十分幸せなんですそしてもうう一つ願うことがあります。 一族の繁栄です私たちが、まあ、先祖って上の方に行くのかどこにいるのか知りませんよ。僕たちもいずれ先祖になります。三途の顔を渡って、三、ま、途、あの顔もあるのかどうか知らないですけど、三途 <laughs> の顔を渡って向こう側に行って、先祖にお会いします。君が残した時代はどうだったって言ったら、もうね、自分がファッションみたいなことをやってたから、先祖に顔向けできませんって言われてもあの、その先祖は怒ったりしません。そうか、ご苦労さんって言って、じゃあこっちおいでって言って、みんな仲間に入れてくれます。 そしてニコニコしたその時代に、えー、皆さんはもののちょっとすると逆に向きます。そして、えー、先祖となってこれから上がってくる人たちこれからやってくる人たちを出迎えます。その自分自身が先祖になった時にじゃあ何を願うんだっていう時にその見渡したら子供も大人も誰もいなくなってました。うん、一族がいないです。誰も産まなくなりました。結婚もしません。うん、出産もしません。幸せみたいな話じゃないですか。うん、だから僕は、えー 先祖が何を願っているかっていうことを、私たちが生きている人が、えー、ちょっとだけ意識をすることで、えー、皆さんの人生はより幸せになると信じております。生意気ですいません。えー、皆さんと仏の世界が作れればいいかなと思ってます。<laughs> えー、武田克彦でした。ありがとうございました、はい。ありがとうございます。はい、今日は貴重なお話お伺いできたのと思います。はい、今日は武田克彦さんにお話を伺いました。ありがとうございました。